ブレンドコーヒーです。失礼します。ずいぶん可愛らしいお客様ですね。雑魚大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、隣を失礼して。はい、というわけでテレビアニメご注文はうさぎですか、ブルーレイ &DVD 第1巻発売まであと3日です。リゼ役の種田梨沙です。今日はですね、私の方からいろいろご説明させていただきますよ。まずはですね、こちらにあります、じゃじゃん、これ何かわかりますか？こちらはですね、原作者の恋先生書き下ろしの特製の、アウターケースになっております。見えますかね皆さん、こちらにありますこのアウターケースはですね、この中に DVD を収納するんですけども、なんと先生の書き下ろしでココアとチノとリゼが載っておりますが、可愛いですねこちらね。ピッピもいますね。こちら第1巻がこの3人ということは、今後もしかしたらここにいないキャラクターも恋先生が書き下ろしてくれるのかな、くれないのかな、ということでね、皆さんぜひぜひ2巻以降も楽しみにしていてくださいね。はい、こちらのデザインはですね、結構デザイン案もいろいろあったんですけども、その中でももちろんこう可愛らしさはもちろんですけども、ご中佐っぽさをねすごくフィーチャーしたデザインになっておりますので、いろいろね後ろの方にもちょっとね看板のシルエットなんかもありますので、細かいところまでチェックしてみてください。というわけで、テレビアニメご注文はうさぎですか、ブルーレイ&DVD 6月20日発売です。よろしくお願いします。